可能性があるということです。はい、まあ面白いと思います。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はエネオス株価の今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあエネオスですね、まあ石油事業からですね、まあやっていきたいと思うんですけれども、はい、まあ日本国内の石油、まあ特にガソリン需要っていうのは、まあこれは構造的にですね、まあ2002年をピークに、まあ減少傾向ということです。で、まあ最大要因はですね、まあガソリン車からハイブリッド車への、まあ移行というのがですね、もう2000年代からですね、まあ、本格的に始まっていたということです。はい、例えばということで、まあ、初代プリウスですね、まあ、これハイブリッド車ということになりますけれども、まあ、1997年に発売開始になっているということですね。まあ、そこからハイブリッド車っていうのが少しずつ少しずつ、まあ、割合が増えていったということです。で、まあ、ハイブリッド車っていうのは、まあ、ガソリン車に比べて、まあ、燃費がいいんですよね。要するに、まあ、電気とガソリンですよね。まあ、この両方の、まあ、いいところを組み合わせようというふうにしているのがハイブリッド車なので、まあ、まず低速ですよね。だから、まあ、一番最初に、まあ、ガソリン、まず最初に、まあ、エンジンキーを回してですね、まあ、車を動かし始めるときっていうのは、まあ電気で動かし始めるということですよね。まあ、電気っていうのは、まあですね、まあ、低速だとですね、まあ、燃費がいいということです。で、まあ、どんどんですね、まあ、速度を上げていくと、まあ、今度はですね、まあ、速度が上がれば上がるほど、まあ、電気は燃費が悪くなりますけど、逆に、ガソリンは燃費が良くなっていくので、まあ、高速になったら今度は電気から、まあ、ガソリンという形でですね、まあ、動かす動力っていうのを変えることで、まあ、結局ですね、まあ、電気と、ガソリンの、まあ、いいとこ取りをしようとしているのが、まあ、ハイブリッド車ということですよね。だから、まあ、純粋にガソリン車に比べると、まあ、はっきり言ったらガソリンの燃費が良くなるということです。はい、まあ、ガソリン車の場合はですね、まあ、結局、まあ、速度が遅い、低速のうちからガソリンですけれども、ハイブリッドの場合はある程度の速度以上になってから初めてガソリンを燃やすという形になるので、だから、まあ、ガソリン車に比べ、ハイブリッド車はガソリン車に比べて、まあ、燃費がいいんですよね。はい、つまりということで、まあ、ハイブリッド車はガソリン車に比べて、まあ、同じ距離に対して、まあ、少ない給油量で済むということです。はい、要するにということで、まあ、エネオスにとってのガソリン需要量の減少傾向というのはですね、まあ、去年とか今年とかに、まあ、始まったようなことではなく、もうかれこれですね、まあ、20年以上も前から始まっていた、まあ、エネオスにとってはですね、ガソリン需要の減少という、まあ、逆風だったということです。だからもう20年以上ですね、まあ、こういう環境下の中でエネオスは、まあ、企業経営をやっているということです。はい、ではということで、まあ、去年と今年のですね、まあ、エネオス、まあ、石油販売量ですね、要するに石油っていうのをどれだけ量を売ったかということで、まあ、量に関係する、まあ、利益の影響っていうのを見た場合にですね、まあ、21年から22年度はですね、まあ、量の面で、まあ、21億利益が減少しているということです。だから量が若干減ったということですよね。はい、で、まあ、ただ22年から23年度の、まあ、9ヶ月間に関してはですね、まあ、プラス97億ということで、要するに、まあ、この9ヶ月、一番直近の9ヶ月に関しては、販売量っていうのを、まあ、増やしているということですよね。まあ、エネオスって売上で見たら10兆円企業なので、だから、まあ、結局ですね、もうマイナス21億の、まあ、減益とか、プラス97億の、まあ、増益っていうのはですね、まあ、売上の金額からすると、まあ、小さいかもしれないんですけれども、要するに、まあ、ここの部分で何が言いたいかっていうと、思ったほど石油の販売量自体を、まあ、エネオスは減らしてない、むしろ直近9ヶ月に関して言うと増やしているというところがまず最初のポイントということです。はい、で、まあ、エネオスはですね、まあ、輸出量とかを増やすなどしながらですね、まあ、この20年間石油の販売量っていうのを、まあ、減らすどころか、むしろ逆に増やしてきていたということです。まあ、日本国内のガソリン需要っていうことに限定すると、まあ、明らかに市場は縮小傾向ということだったんですけど、エネオス自体は石油の販売量は減らしていないということですね。はい、だからということで、まあ、エネオスの、まあ、利益変動っていうのは、まあ、石油の販売量の変動の影響ではないということですよね。だからエネオスは今までのところで言えば石油っていうのの販売量を減らしてないということです。直近9ヶ月に関して言うと、むしろ増やしてたということですよね。で、あくまでもエネオスの業績変動イコール石油価格の変動の影響の方が、もうこれあって
倒的に大きかったということです。で、まあ言うまでもなくですね、もう石油価格っていうのは、まあこれは大きく変動しますということですよね。本当に1、2年単位で、まあものすごく変わるということです。はい。だからということで、まあエネオスの業績っていうのはですね、まあ1年単位ではなくてですね、まあエネオスの経営計画通り、まあ最低3年単位で見た方が、まあ投資家としても、まあより正確な、まあ今後の傾向っていうのを、まあつかめるというふうに、まあ分析しています。まあちなみにということで、半導体業界の企業っていうのは、まあ、基本的に4年単位ですよね。まあ、最低4年単位で見た方が、まあ、傾向っていうのをつかめるということです。まあ、いわゆるシリコンサイクルって呼ばれているですね。まあ、結局その半導体の需要と供給の関係でですね、まあ、需要が増えたり、逆に供給過剰になったりというのをですね、まあ、4年周期で繰り返しているので、まあ、4年間で利益がどれだけですね、前の4年に比べて直近4年はどれだけ、まあ、売上が増えた、利益が増えたっていうのを、まあ、見た方が、まあ、その企業の傾向っていうのはつかめるというのがあるんですけど、まあ、エネオスはまあ石油事業ということでですね、まあ、1、2年だともう本当に価格変動が大きすぎるので、まあ、傾向がつかめないということですよね。だから前3年に比べて直近3年は売上はとか利益はっていうふうに見た方が、まあ、投資家としてもまあ傾向っていうのをまあつかめるということです。はい。まあ、ここでですね、まあ、石油事業っていうのを一旦まとめるとということなんですけど、はい、国内の石油需要っていうのはこれはもう構造的には減少傾向ということですよね。で、エネオスという個別企業に関して言うと、石油販売量っていうのは、まあ、むしろ増やしていたということです。はい。そして、まあ、石油の価格変動の大きさっていうのを考えると、まあ、量ではなくて価格の影響をものすごく大きく受ける企業なので、なので、まあ、最低3年単位で見た方がですね、まあ、企業の今後の傾向っていうのをつかめるということです。はい。とはいえ、ということで、まあ、石油はですね、まあ、いずれ輸出などでも、まあ、補えなくなる可能性が高いということです。やっぱり日本がですね、まあ、エネオスにとってですね、まあ、例えば中国などに、まあ、輸出もしてますけれども、ただ、まあ、やっぱり国内の事業割合というのが大きい企業ではあるっていうのは、まあ、確かなので。なので、まあ、いずれ、まあ、輸出などでも、まあ、補えなくなりですね、まあ、石油の販売量そのものも、まあ、今後ですね、まあ、例えば2030年代とかには、まあ、減少傾向となる可能性は高いということです。はい。で、まあ、当然ですね、まあ、エネオスの経営陣っていうのも、まあ、そのことに関しては、まあ、十分承知しているからこそですね、まあ、今後逆にですね、まあ、石油、国内の石油販売っていうのが、まあ、衰退傾向に、まあ、いずれなる可能性が高いからこそ、逆に、まあ、今後伸びる可能性が高いですね、まあ、例えば銅事業とか、まあ、充電事業とかもしくは電池リサイクル事業とかですね、まあ、っていうのをまあ進めているということです。はい。例えばということで、まあ、銅事業なんですけれども、まあ、エネオスは2020年にですね、まあ、三井金属工業それから三井物産からですね、まあ、銅鉱山の全権益っていうのをまあ取得しているということです。はい。結果、まあ、エネオスの場合はですね、まあ、銅はまあ日本企業の中では生産量3位企業ということで、まあ、住友金属鉱山三菱商事に次いでですね、まあ、銅を、まあ、エネオスは生産量3位企業になっているということです。はい。そして、まあ、具体的な銅製品のうちですね、まあ、例えば半導体の精膜用素材だとか、もしくは、まあ、プリント基板用の素材っていうので、まあ、すでに世界シェア1位の企業、まあ、それがエネオスという企業だということですね。はい。で、まあ、結果ということで、まあ、エネオスはですね、まあ、昨年度決算で、まあ、金属銅事業っていうのが、まあ、利益面ではですね、まあ、最大というふうになっていたということです。はい。次にということで、今度は充電事業ということなんですけれども、まあ、エネオスの最大の強みって何ですかって言ったら、それはですね、まあ、1万2000箇所のですね、まあ、サービスステーション、給油所っていうのを持っているということですよね。だから、まあ、国内シェア 50% ということで、まあ、ガソリンスタンドっていうのが、まあ、100あるとしたならば、そのうちの50、半分は、まあ、エネオスの、まあ、ガソリンスタンド、サービスステーションであるということですよね。まあ、これがエネオスの最大の強みということになっているわけですけれども、まあ、これを活かしてですね、まあ、電気自動車の充電事業というのをですね、2025年に1000機、そして2030年に1万機計画で推進をしているということですね。だから日本でまあ、これからですね、まあ、今度は電気自動車っていうのが本格化するのが2030年以降ということになりますので、まあ、なので、まあ、例えば日本のトヨタとかホンダとかですね、まあ、日産とかっていうのが大体こう2030年から電気自動車の割合っていうのをまあ増やしていくというような、まあ、2030年以降、まあ、日本国内では電気自動車の普及割合っていうのがまあ進むということで、まあ、自動車会社は動いてますので、まあ、それに合わせた形で、まあ、2030年に1万2000箇所のサービスステーションのうち
まあ、1万箇所でですね、まあ、実際充電ができるような、まあ、そういう計画で、まあ、エネオスは進めているということです。はい。すなわち、ということで、まあ、ガソリン車対応事業の衰退ですよね。まあ、結局、ガソリン車を衰退さ、ガソリン車のですね、まあ、結局、給油、ガソリン給油という、まあ、事業を衰退させたのは、ハイブリッド車であり、そして今、これからは電気自動車なわけです。その、まあ、ある意味、脅威になるものを、まあ、逆に強みに変えていこうとしているということですよね。だから、まあ、電気自動車対応事業の成長でですね、まあ、補い続けようとしているということですよね。だから、まあ、電気自動車を買った、まあ、ユーザーはですね、まあ、自動車自体には結構満足度が高かったりするわけですけど、まあ、とにかく充電ですよね。だから、まあ、充電に、まあ、時間がかかるっていうこととですよね。だから、ガソリン給油だったら5分、10分で終わるのにですね、まあ、電気の充電というのを、まあ、外でやる、ですよね。まあ、自宅じゃなくて外でやるっていう、まあ、急速充電をしようとすると、まあ、すごくね、時間がかかるというのが、まあ、一つ。で、それからそもそも充電箇所が少ないということが、まあね、結局電気自動車のユーザーとしては非常に大きな不満として、まあ、現時点ではあるということですよね。まあ、それが、まあ、例えば、まあ、エネオスがですね、まあ、例えば1万2000箇所のうち1万箇所でですね、まあ、実際充電というのを、まあ、急速充電対応というのをするということになれば、まあ、電気自動車のユーザーの一つですよね。まあ、結局、まあ、充電箇所が少ないということに対しての、まあ、その不満っていうのを解消するのに、まあ、十分役立つということですよね。まあ、逆の言い方をすれば、エネオスからすると、まあ、ガソリン給油が減る分ですね、まあ、充電っていうのをしてもらえる、まあ、そういう環境をまあ提供できるということです。はい。で、さらにということで、今度は、まあ、電池リサイクル事業ということになりますけれども、はい。まあ、電池リサイクル事業ですよね。まあ、電気自動車に使われているバッテリー、電池バッテリーをですね、まあ、結局一回、まあ、解体してですね、まあ、もう一回ですね、まあ、その素材とか、っていうのを再利用していくという、考え方ですけれども、はい。まあ、長期的にですね、まあ、このエネオスで、まあ、最も面白いと予測されているのが、まあ、この電池リサイクル事業ということです。まあ、要するに利益成長の可能性っていうのをまあ一番持っているということですね。はい。というのはということで、まあ、テスラ社のですね、まあ、共同創業者であり初代 CTO 最高技術責任者でもあったですね、まあ、ストラウベルっていう人ですね。この人がもともとあのですね、まあ結局イーロン・マスクにですね、まあ電気自動車の話を持っていったんですよ。まあだからまあイーロン・マスクはまあ結局まあペイパルのまあ共同創業者っていうか形でですね、まあ結局まあ大きな資金を持っていた、まあそういう投資家的な、まあそのね、立場でもあって、のでだから、まあ、ストラウベルっていう人がですね、まあ、結局実は電気自動車っていうのを、まあ、事業としてやりたいんだけどということで言った時に、まあ、イーロン・マスクがですね、まあ、参加、まあ、出資してなおかつ会長という形で、まあ、取締役会に入って、まあ、それが今の、まあ、テスラになっていったということなので、だからこのストラウベルという人がですね、まあ、共同創業者でありかつ初代最高技術責任者 CTO という人だということです。はい。でこの人が、まあ結局テスラ退社後に、まあ、自身でですね、まあ、結局この人はもうテスラ辞めてるんですけれども、はい、自身で立ち上げた新会社の事業っていうのが、まあ、電池リサイクル事業の会社だったということです。だから最初はテスラで電気自動車を作ってた人なんですけど、今は、じゃあ何の会社を立ち上げたかっていうと電池リサイクル事業の会社を立ち上げているということですね。はい。なぜかっていうことなんですけど、はい、このストラウベルっていう人がですね、まあ、テスラにいた時に気づいた、まあ、電気自動車業界の最大の制約条件、まあ、ボトルネックですよね。一番ここが、まあ、結局生産量をまあ止める、もしくは事業拡大を止める、まあ、そういう制約条件、ボトルネックっていうのが、まあ、バッテリー電池だということに、まあ、気づいていたということですよね。で、まあ、事業が大きくなればなるほどですよね。例えば、テスラ社の、まあ、電気自動車事業というのが大きくなればなるだけ、まあ、バッテリー電池っていうのが、まあ、それだけ当然必要になるということです。しかし、まあ、電池ですよね。特に、まあ、素材ですよね。の、まあ、リチウムとか、コバルトとか、ニッケルとか。などの供給不足っていうのは、これは構造的だということですね。まあよく誤解されてるのは、リチウムの埋蔵量とか、コバルトの埋蔵量とか、ニッケルの埋蔵量っていうのをまあね、心配してるっていう場合があるんですけど、それは錯覚です。まあ少なくても私たちが生きてる間にですね、まあそのリチウムが枯渇するとか、まあコバルト、ニッケルが枯渇するとか、そんなことははっきり言って全く考えられないということです。まあ石油もね、例えば1973年の、まあ今から約60年前、
前に、このまま石油を使い続けたら石油が枯渇するとか、っていうふうにね、まあ言われていたわけですけど、今になっては石油はね、供給のピークが心配されてるんじゃなくて、需要のピークが心配されてるぐらいなので、石油なんて全く枯渇する見込みないし、むしろ、まあアメリカにとかカナダにですね、まあ、シェール層からですね、まあ新技術を使ってシェールオイルっていうのをまあ取り出せるっていうことが分かって、まあ2100年ぐらいまでははっきり言って埋蔵量って石油に関しては心配する必要がないわけですよ。で、同じようにリチウムとかっていうのもはっきり言って地球全体にまあ広がってるっていうふうに考えられるんですよね。だから埋蔵量の問題じゃなくて、単純に鉱山から取り出すという、こうね、労働集約の部分ですよね。だから、まあその実際鉱山に入って工業を行うってことになると、やっぱりこう、まあまず危険があるわけですよ。やっぱりこうね、その、危険な仕事であることは確かで、まあ、例えば、まあ、日本で言えばですね、まあ、住友金属鉱山とかっていうのは、まあ、この工業っていうね、鉱山から、まあ、実際鉱石を取り出す工業っていう意味では、まあ、はっきり言って一番長い歴史を持ってる企業ですけど、それでもやっぱり年間でですね、まあ、事故が起きてるわけですよね。だから、やっぱり鉱山から 鉱石を取り出す工業っていうのは結構やっぱり、まあ、肉体労働事業であり、なおかつ非常にまあ、ね、危険な、事故も起きる、未だに事故が起きてる危険な事業でもあるわけです。はい。だから、やっぱりその、まあ、現地で働く人たちのその労働供給っていう部分が結局制約条件ボトルネックになってるわけですよね。だからリチウムとかコバルトとかニッケルの埋蔵量が枯渇するかどうかっていうことではなくて、その実際に人間が鉱山の中に入って鉱石を取り出すっていうここの部分が結局、まあ、はっきり言ったらもう追いつかないということです。要するに電気自動車がどん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 ですね、まあ、例えばアメリカだとか中国だとかっていうのが政府の支援を受けてどん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 、まあ、例えば補助金とかですね、優遇措置とかっていうので、まあ、結局今、まあ、普及が図られているわけで、だから電気自動車の、まあ、結局需要拡大に対して、まあ、結局そのリチウムとかコバルトとかニッケルとかっていうのを鉱山に入って鉱石を取り出すっていうこの工業の部分、労働集約事業の部分の方が結局、まあ、供給不足であり、なおかつこれはもう構造的ということですよね。まあ、そんなに簡単に、まあ、そこの部分っていうのを、まあ、たくさんの人をいきなりね、まあ、従業員として、まあ確保して、それで掘るっていうのをペースを上げてということは、はっきり言ってできないということです。はい。だから、常に需要拡大の方が速度が速いと、供給不足っていうのは構造的になるということですよね。はい。で、今後もそれが追いつく見込みっていうのははっきり言ってないということです。はい。だからこそ、電池リサイクル事業っていうのは潜在的な事業機会が非常に大きいと、彼は判断したということですよね。電気自動車はこれからどん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 伸びることはもうほぼほぼ 99.99% 確実ですということですよね。でもそれを伸ばそうと思ったら電池がいるわけです。バッテリー電池がいるわけですよね。でもバッテリー電池の素材っていうのはそんなに需要拡大の速度ほど、供給を拡大させるっていうことができないので、ってなったらもう結局既存の電池っていうのをリサイクルするっていう需要が、これからものすごく大きくなるというふうに、彼は判断したということですよね。で、結果ということで、例えばアメリカのフォード社とか、あとはビル・ゲイツの、ですね、投資ファンドとか、もしくはジェフ・ベゾスですよね、アマゾンの創業者であるジェフ・ベゾスの投資ファンドなどからですね、結局1300億以上の資金調達っていうのを成功させた上で、電池リサイクル事業を行うですね、レッドウッド・マテリアルズ社というのを、結局彼は設立しているということです。はい。で、もちろんですね、ベンチャー企業なんですよね。これはもうだから本当に長期的っていうことです。だから電気自動車がどん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 普及して、結局ですね、需要に対して供給がバッテリー電池の需要に対して供給が本当にもうずっとずっと追いつかないということで、じゃあなんとかですね、それでも、バッテリー電池を、結局、調達できないかって言った時に、ではもう既存のすで、に出回ってるバッテリーからですね、それをリサイクルしてっていう、そういう事業っていうのを、結局やるっていうことなんですけれども、はい。ベンチャー企業なんですよね。だから成功が保証された事業では全くないということです。可能性はすごくあるけれども、まさに今からということですよね。だから成功が保証された事業では全くないんですけれども、ただ、電気自動車の技術について、世界トップクラスで本当にテスラの、共同創業者であり最高技術責任者だった人が、結局次じゃあ自分の 人生というのを何にかけるかということで選んだ事業っていうのが、電池リサイクル事業だということですよね。だから少なくても彼自身には、明らか
かな確信があるわけですから、これはいけるということですよね。はい。まあ、その事実っていうのは非常に興味深いというふうに見ています。はい。だからこそ、まあ、エネオスのですね、まあ、電池リサイクル事業っていうのは、まあ、可能性があると、事業ということですよね。まあ、電気自動車に対して、世界トップクラスで詳しい人が、まあ、結局、まあ、次選んだ事業だったので、だったら、まあ、これからもちろん、アメリカとか中国だけじゃなくて、2030年以降、電気自動車が日本でも普及割合が増えていくといったときに、まあ、エネオスが電池リサイクル事業を、まあ、進めているというのは、まあ、可能性があるということです。はい。まあ、面白いというふうに見ています。はい。で、まあ、ここまでを一旦まとめるとということなんですけど、まあ、2030年以降とかっていうのを見た場合、やっぱり石油事業っていうのは今後衰退の可能性っていうのは、これはもう十分あるということですよね。まあ、むしろ衰退するっていうふうに見ておいた方がいいということです。はい。で、まあ、直近は、まあ、同事業ですよね。まあ、こちらの方は明らかにもう売上も利益も上がっているので、だから、まあ、衰退速度に対して同事業で、まあ、利益を補えるのではないかということですね。で、中期期的には、まあ、充電事業ですよね。これは2025年にこれだけ、2030年にこれだけということで、まあ、具体的な数字を上げてですね、まあ、計画を進めているということです。はい。そして、まあ、いざ、電気自動車が普及が、まあね、本格化したといった時に、まあ、長期的にはですね、この電池リサイクル事業というのは非常に大きな将来性を持っているというふうに分析しています。はい。ただ、ということで、まあ、希望的観測でですね、まあ、企業価値を算出するっていうことには、これは何の意味もないということですよね。だから、まあ、充電事業が、で、うまくいって、まあ、利益を稼いでくれたら、とかね、もしくは電池リサイクル事業が、まあ、すごく大化けして、すごく大きな利益を上げてくれたら、とか、まあ、そういう希望的観測で、まあ、企業価値っていうのを算出することには、これはもう本当に何の意味もないということですよね。はい。なので、まあ、今回はですね、まあ、充電事業と電池リサイクル事業の可能性っていうのは、まあ、一切考慮せずですね、単純に、まあ、石油事業は衰退します。だけどその衰退する分、利益が減る分は、まあ、中長期的にはですね、同事業で、まあ、しっかりとその、減っていく利益っていうのを、まあ、補うと。で、結果、まあ、今後の利益は横ばいという、過程でですね、まあ、企業価値を算出しています。はい。そしてということで、まあ、利益のばらつきが本当大きいんですよね。で、そのばらつきってどっから出てくるんですかって言ったら、石油価格の変動から起きているということなんですけれども、はい。まあ、利益のばらつきがとても大きいエネオスの、まあ、2005年から2023年予測までの、まあ、19年間で見た場合ですね、まあ、エネオスの19年間の営業利益平均というのは、まあ、2153億だということです。はい。であればということで、まあ、エネオスの利益創出能力から見積まれる企業価値はいくらになるかということなんですけれども、まあ、2.5 兆円というふうになるということです。はい。ではということで、まあ、株式市場の評価であるですね、まあ、エネオスの時価総額はいくらかということなんですけれども、まあ、1.4 兆円で評価されているということです。はい。だから割安ということですね。価値に比べて時価が安いということです。はい。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、エネオスの今後の株価はですね、465円が830円まで上がるというふうに予想します。はい。ということで、今回はエネオス株価の今後はということでやってきたんですけれども、結論は上がるというのが今回の結論です。はい。もし今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう